今日みたいな下げの時は仕込むんですか？いや、今日はどっちかって言ったらポジション減りましたけどね。最近ずっと強かったんで、しばらく一服な可能性もあると思うんで、ポジションが全然ない時か、すごいある時によって、まあやることとかも、まあ変わってくる気がしますね。いや、でもね、実はね、今年はね、本当ここまですごいトントン拍子でいってて、今、含みベースだともう、年間最高益になってるんで、ただまあ、これがね、12月でも、12月まで保ってるかどうかがまた別問題なんでね。最近暴落する暴落するって YouTuber さんが多くなってきましたね。テスラさん暴落が来ると予想するとどう出ると思いますか？そうなんですか。他の YouTuber さん見ることがないのでわかんないですけど、そうなんですね。なんで暴落するんですかね。暴落する気配とかあります？もう暴落に気配ないですけどね。あ、まあそうですね。気配がないから暴落するんですけど、逆にみんなが言ってたらそうならない気もするんですけどね。なんでなんすかね。どっちでもいいんで、僕はどれだけ暴落しても別にっていう感じです。どっちみち今勝てばいいんで、もう一回も寄らずになんか反値とかなったら死にますけど、まあそれはないと思うんで、何かしらその時に対処できるでしょうから、だからいくらまでとかは想像とかはあんまりないですかね。今日みたいな圧倒的下げ相場は何してますか？私は何もできませんでした。僕も何もできなかったんで何もしてないんじゃないですかね。ただまあこれをどう捉えるかが大事で、自分の場合は特に何も感じないんですよね。それっていうのは日常茶飯事に1000円下げることなんてあると思ってるので、何度も今まであったじゃないですか。多分今年だけでもあったでしょうし、500円下げるとか、700円下げるとか、1000円下げるとか、その日経1万円の時の1000円と、日経3万円の時の1000円は全然パーセントは違うわけですから、日経1万円の時に1000円下げたらすごいですけど、10%なんで、日経3万円時代で1000円下げても、まあ、3%、4%なんていうのは、平常運転で全然あるので、ただその平常運転であるぐらいの下げで、何か大変なことが起きてると、平常じゃない時が来た時に、めちゃめちゃ死んじゃったりするので、だから今日みたいな下げですごい大変なことになってるようでは、とても危ないということになるので、そこをちゃんと考えて気をつけてやるべきだと思います。なので、まあ、自分の場合はそう考えているので、もう今日くらいの下げだと、まあ、何も思わないですし、今日ぐらいの下げだと、例えば、まあ、5000万から1億ぐらい減るなっていうのは、もともとポジションを見てると分かってるので、分かってて、ちゃんと想定してると、冷静に判断できますし、慌てることもないですし、やるべきことができますから、そういうポジションを常に持っておくこと、にしておくこと、そしてそれを想定しておくことが大事ですね。今日みたいなやつ、相場は明日も大きく下げるとか全然あると思うんですけど、まあ、どうなっても生き残るためにはどうするかとか、あと今日みたいなやつっていうのはもうめちゃめちゃ簡単にいつでも起こりますから、今日のが3回連続で起こっても大丈夫ぐらいのポジションを常に持っとかないと、どっかで詰まると思うので、それを常に心がけて、今日の自分が負けた金額の3倍とかですね、が1日で来ても大丈夫ぐらいのポジションを常に取っておいてほしいと思います。日本株上がりすぎてたと思いますか？上がりすぎてた、下がりすぎてたみたいなのが、まあちょっとわかんないんですけどね。まあでも、一昨年か、もう一昨年になりますけど、やっぱコロナ禍であれだけ上げたっていう、そこのツケみたいなのは、まあ時間をかけて、例えば経済の成長だけじゃないんですけど、まあ株価が本当はもっと上がるところを、半分しか上がらないとか、まあ、だから上がりながらでもツケは払えるんですけど、まあ何にせよ、どっかでツケは払わないといけないだろうっていうのはあるので、まあそれが今なのか、今じゃないのかもわかんないですけどね。日経平均が1000円ほど下落した理由は何だと思いますか？理由は、自分にとってあんまり理由は必要じゃないので、
まあ、何でもいいんですけど、なんでですかね。あんまりそこを考えたことなかったですね。うん、まあ、どっか書いてるんじゃないですか。いろんな人がいろんなことを言うんで、そういう時って。別に正解はないんじゃないですかね。アメリカが下げたからじゃないですか。下げが一時的か継続的かの判断は難しいですが、どう判断していますか。まあ、下げたら食らおうと思ってるんで、これ以上下げたら自分の場合は長期配当狙いのやつを買っていこうとか、感覚的にこれ以下は短期的に下げすぎだろうなと思ったらリバウンドで買ったりとかしますけど、明日じゃあ上がるか下がるかみたいなのは特に考えないですし、考えて逆行くと判断が鈍ると思うので、まあ、どっちもあると思ってますし、大事なのはどうなっても勝たなきゃいけないわけですから、それで考えてますかね。負けてもついていられるコツがあれば教えてください。まあ、それはもう全てを把握しておくこと、全ての可能性を、僕とか今だと日経1万円ぐらい下がっても大丈夫なようにしとかなきゃなと思って、日経1万円下がった時にポジションが完成するようなのをイメージしてやってたりするんですけど、そうなると2000円下がっても3000円下がってもはいはいって思えるじゃないですか。1万円下がる可能性があると思ってやってれば、それは1万円上がる可能性もそうですし、なんかそんな感じですかね。そういうふうにもうどんないろんな可能性があって、そういうのをもう全て頭の中でこうしたらこうしようっていうのを先に考えておけば、まあ、あんまりパニックにならないかもしれません。ラジウサギさん、そこと長方形の見極めは何を重視してますか。出来高とかチャートとかの形とかなんですけど、それを見てるわけじゃなくて、見てるんですけど、それ総合で感じてるっていう感じです。見てたら分かる場面が、分かる場面というか感じる場面があるわけですよ。これとんでもない出来高になったけどすごい陰線になったなとか、それを別に言葉でとんでもない出来高になったから陰線になったっていうのを言葉で考えてるわけじゃなくて、見た時にうわこれまずい形なとか、これも天井でしょうとか、これそこじゃないみたいな、なんか後で言葉にして紐解くとそういうことなんだろうけどみたいな感じですね。ただそれが感覚としてこれ意見じゃないみたいな感じですかね。